本日のメールチェキ。ちょっとその前に改めてちょっとマリエちゃんのプロフィールを見てて気づいたんですけど、マリエちゃん誕生日が4月4日なんだよね。なんか4月4日の誕生日の方っていうのはたくさんいるだろうし全然いいんだけど、ことマリエちゃんに限っては4月4日が誕生日ってもうなんかもう狙ったようで怖いんだよね。なんか誕生日に気づいてゾッとしちゃったわ。メール見ましょう。あ、しかも来てね。メールかける病状じゃねえのかな。早く良くなってほしいわ。本当心配だわ。安心させてほしいわ。本日のメールチェキープルルー。お、来てる。プルルーはあれだ、はるかだ。はるかの登場の出囃子だよ。え、みんなが遊びに来てくれました。なんだろう、気になるね。親愛なる兄上様、はいはい、お元気ですか。うん、昨日はお返事を出せなくてごめんなさい。いえいえ、なんかこちらこそ変に勘ぐっちゃってごめんなさい。実は昨日、うん、みんなが私のところにお見舞いに来てくれたんです。そういうことだったんだ。うん、優しいカレンちゃんは、すげえ、何これ、私のことを励ましてくれました。ミカエル、元気なひなこちゃんは、ひなこちゃん、ミカエルがとってもお気に入りだったみたい。あらら、ミカエルになりたい。ミカエルも女の子がたくさん来たので、うん、心なしか喜んでいたみたい。中におっさんだろやっぱり、絶対ミカエル、あの野郎。いや、すごいな、みんな優しいね。カレンちゃん、ひなこちゃん、チェキ、白雪。おー、なんかちょっと珍しいメンバーというかね。あ、よかったね。なんかこういうとこ見れてちょっと嬉しいわ。ほっとしたわ。なんか白雪ちゃんは、うん、得意の料理の腕を振るって、うん、私のためにケーキを作ってくれた。あ、これなんか持ってるプレゼント箱はケーキなのかな。嬉しくて涙が出てきそうになってしまいました。食べて大丈夫なのかな。そうそう、四つ葉ちゃんは、うん、兄上様のこといろいろと聞いてたけど、もうお見舞いに行ってないだろ絶対。何かあったんですか。でもその気の使わなさっていうのがやっぱ四つ葉のいいところでもあるのかもしれないな。逆にそれが嬉しいかもしれないね。普段通りの会話ができるって。ああ、いいな。しかし本当にミカエルが羨ましいわこれ。昨日はみんなに元気を分けてもらったって感じです。うん、とっても賑やかで楽しかったな。このメンバー集まったら楽しいだろうな。本当に。でも兄上様、うん、私、ん、私、あれ、いけない子なんです。どうした。先行き不安だぞ。カレンちゃん、うん、ひなこちゃん、うん、白雪ちゃん、ひなこちゃん、四つ葉ちゃん、うん、あんなに可愛い子たちがいつも兄上様のそばにいるんですもの。はいはいはい、ちょっと、いえ、かなり心配です。乙女心だね。兄上様のお心が他の子に揺らいでしまう。なるほどね。すごく複雑な気持ちなんです。この子は恋という病に侵されているんだね。うまいこと言ったところで大丈夫だよ、安心して。本日のメールチェッキー。誰だ今。あー、来てる。いやー、メール来ててよかった。本当に外では全然会えないな。メルトモじゃん。もう、はい、親愛なる兄上様、うん、お元気ですか。お元気ですよ、こちらは。ところで昨日のメール、うん、私少し言葉が過ぎてしまいました。いやいや、いいんですよ。普段は言えないことだってあるでしょう。兄上様のお心が他の子に揺らぐ、うん、ところです。ちゃんと自分でそこを指摘するところが可愛いわ。兄上様に限ってそんなことはありませんよね。私信じております。それにしても、一昨日ほど自分の体がもどかしく思えたことはなかったです。ほう、もし私が普通の女の子のように元気だったら
なんか悲しい。カレンちゃんのように切ないな。明るい笑顔を毎日兄上様にプレゼントできるし、ブラプリだろう。だからカレンちゃんはひなこちゃんのようにひなこちゃん無邪気さを出して、いい毎日兄上様に甘えられることもできるし、あの子はあの子の特有の年齢みたいなのがあるから、白雪ちゃんのように、うん、毎日兄上様のためにお料理を作ってあげられるし、ですのーっつってね、四つ葉ちゃんみたいにチェキー根掘り葉掘り、うん、兄上様のことを聞けるんだろうな。いや、あの子は聞きすぎだよ。ちょっと本当みんなが羨ましい限りです、うん、会いたいな。おお、兄上様に会いたいな、うん、なんだ最初でちょっと会いたいくらいです。なんか大胆なことを言っちゃったことを反省したくせに、もう最後にこんなん言っちゃうのはいけない子だな。もちろん明日会いに行くぜ。はい、マリエに会いに行きましょう。また病院遠いところまで行くんだけどね。おお、電車乗ってる、すごいな。やっと着いた。相変わらずファンシーな病院でございますね。いや、このショッキングピンクのソファーは病人に悪いんじゃないかなと思うんだけど。ああ、兄上様、今日もキャディーさんみたいな格好していらっしゃる。ああ、来ちゃった。迷惑だったかな。そんなことないです。もう、大歓迎です。うん、ああ。なんかこうやってね、喜んでるとこ見れるのほんと嬉しいよ。学校終わって急いで来たからお見舞いの花とか用意してなくてさ。そんなこと、全然気にしなくてよろしいですよ。よろしいです。だって、うん、兄上様が来てくれるだけで、おうほうほうほう、私、嬉しいんですから。いや、じゃあよかったよ。ああ、だから、ベッドに戻ってくれ、早く。なんでこんな格好して、大丈夫か？はい、大丈夫です。うん、こんな席は、しょっちゅうですから。じきに収まります。なんか肺の病気かな？いや、違うか分かんない。どうなんだろう。何なんだろうね。はい。多分その辺のところははっきりは明かされないだろうけど、だいぶ深刻だと思うんだよな、はい、心配かけてすみませんでした。うん、兄上様、今日は来てくださってありがとうございます。いえいえ、大丈夫ですよ、ね、それにしてもここの病室はいつ来ても雰囲気がいいねって。雰囲気がいいっていうかちょっと作りすぎだよね、いろいろ。はい、あの、あっ、そうキョロキョロ部屋の中を見られると恥ずかしいです。えひひ、まあね、病室とはいえどこれ完全に個室ですからね、いろいろなものが散らがってるんでしょうかね。窓からの景色もすごく良さそうだね。はい、うん、窓から湖が見えるんですけど、うんうん、すごく綺麗で素敵なんですよ。あの、私前から兄上様とスワンボートに乗ってみたかったんです。スワンボート、うん、そんな、はい、あれ結構運動っぽいけど大丈夫かな、マリエちゃん。結構漕ぐよ、あれ、しっかり。マリエがそう望むなら全然 OK さ。ありがとうございます、兄上様。普通のボートじゃなくてスワンボートなんだ。ほらほら、兄上様。あれ、あ、これ漕ぐタイプじゃない？兄上様しか漕いでないんじゃないの？うん。あ、でもなんか楽しんでるね。結構、周りに人いるんだね。これは意外と難しいな。うまく前に進めない。私、すごい幸せです。うん、兄上様と一緒にいるだけでも幸せなのに。よく恋人でね、こうやって一緒にボートに乗ると別れちゃうみたいなこと言うけど、兄弟だから大丈夫。問題ない。ちゃんと僕が目の前にいるだろう。夢じゃねえよ。ちょっと演技ねからやめろ、そういうこと言うのは。あ、本当に、おお、いい雰囲気だ。夢みたいな時でした、うん、兄上様。そろそろ日が落ちてきたか。そうだよね、放課後に寄ったんだもんね。僕そろそろ帰らなきゃいけないんだ。え、あそんな、兄上様、
悲しがらないでくれ。もうお帰りになってしまうんですか。まだ明日学校だし。私すごく寂しいですくすんくすんってアリアみたいになっちゃった。この子もでも年齢は、年齢とかはわかんないけど、でもカレンちゃんぐらいの年じゃないのかな。カレンちゃんより下かな。でもそれぐらい、同じぐらいだよねきっとね。カレンちゃん、マモルちゃんらへんじゃないかななんて考えてんだけど。でもやっぱり寂しいです。うん、兄上様、うん、一つお願いしていいでしょうか。何でも言ってほしいね。その、うん、今夜私が眠るまで、ずっと手を握っていてくださいますか。いやだから帰るっつってんだよもう、うん、夜までいることになっちゃうんだけど。ダメでしょうか。いやだから帰るっつってんだよ。2時間かかるんだよ片道。いやでもそんなことはないよ。今日はね、今日は久しぶりに会えたんだしね。マリエが眠るまでずっと手を握っててあげるよ。もう手だけじゃなくてもういろんなところをさ。ありがとうございます、兄上様。マッサージものの AV みたいな感じにするから。ここにリンパが集まってるんですよ、つって。ここ刺激するといいんですよ、つって。僕とマリエは病院に戻るとあたりはすっかり夜の帳が降りていた。そして僕はマリエと共に部屋で夕食をとった。病院食、ここの病院食豪華そうだな。普段はおとなしいはずのマリエなのだが、僕と いることがよほど嬉しいらしく、会話とても盛り上がった。だが楽しい時ほど時間が短く感じられるもの、いつの間にか消灯時間になろうとしていった。もう夜9時ぐらい？あ、これパジャマ？パジャマおしゃれじゃない。似合うな、このパジャマ。ね、ガーリーな格好がお好きですよね。もうそんな時間ですか。うん。眼鏡を外したところも見てみたいな。本当に短く感じられます。うん。でもまあ眼鏡が本体みたいな感じですからね。マリエちゃん、私が眠るまで、そのいやらしいな。分かってる、手を握っていてあげるよ。はい、ありがとうございます。うん。それじゃあそろそろ電気を消すよ。いやらしい。兄上様の手、うん、すごく大きいですね。だって僕は男だもん、当たり前だよ。兄上様、うん、一つ質問してよろしいですか。この子はね、ちゃんといちいちこうやって何かをする前に兄上様の確認を取るところがまたいじらしいですね。兄上様の理想の女性像って、どんな方ですの。あ、よかったら聞かせてくれませんか。俺ロシア人。俺は好みのタイプはどういう人ですかって言われたら、ロシア人でベースが弾ける人っていう風に答えてるんですけども、理想の女性像、メガネっ子って答えてあげようよ。病弱でメガネの妹って答えてあげようよ。なーに、兄上様悩んでんの。うーんうーんって、まあ強いてあげるとするなら、僕を好きでいてくれる子かな。はぁ、あ、はぁはぁ、全く何を言わせるんだよ、マリエは。え、大丈夫、息してる。マリエ。あー、寝てる。結構豪快な寝息で寝てるわ。あ、でもメガネ外してるね。可愛らしい。これちゃんと毛布かけてあげようよ。お腹冷えちゃうよ。なんだ、寝ちゃってたのか。え、もしかしてこれがお泊まりイベントになるのかな、今回は。はあ、それにしてもマリエは寝顔も可愛いな。うん、あら、兄上様。はいはいはい。私だけの、え、兄上様。結構中身はやっぱ昨夜みたいなところもあるんだろうな。でもそれをこう表に出せないから。兄上様のこと、結構ノイズ混じりだな、これ大丈夫か。これ大好きです。私の兄上様。おお、こうね、早く病気を治してね、いい夢見るんだよ、おやすみ。その思いを素直に聞けることを願っておりますよ。本日のメールチェキ。おー、来てるチェキ。よかった、チェキ。
セーターを編んでます。もう春になるけど大丈夫かな。セーター兄上様、うん、昨日は私のところに来てくださってありがとうございました。いや、こちらも会えてね、嬉しかったですよ。昨日、うん、私の無理なお願いを兄上様は嫌な顔もせずに聞いてくださって、私ものすごく嬉しかったです。この子の前で嫌な顔はできないでしょう。そんな下道じゃないですよ。兄上様、どうした？やっぱり私の兄上様です、うん、かっこよくて優しくて、うん、私今とっても幸せです。なんかノイズ混じりだけど大丈夫か。お返しに兄上様、声が何かお礼を差し上げなければ。マイクの調子は大丈夫？うん、俺兄上様、うん、今私、うん、何をしてると思います？え、メールを書いてるですってそれはそうですけどなんだこれ昨日のお見舞いのお礼とマリエナミ、マリエナミのボケなのかな。愛を込めてメールを書いてるですって。セーターを編み始めたんです。おお、ラブセーター。兄上様ラブセーターだ。こういうのって迷惑でしょうか。いやいや、もう本当に、うん、私がこのセーターを編み終えたら、編み終えた時に兄上様みたいな、来てくれますか。今回はやめてくれよ。それでは、うん、大好きな兄上様へ。いやー、来ますよ。セーター、手編みのセーター楽しみに待ってるよ。本日のメール時期、来てる。気抜いてダメだね。ミカエルの子供が生まれました。マジですごいじゃん、ミカエル。やったな、兄上様。うわ、ミカエルだ今日はとっても素晴らしい日でした。あれ、お前オスじゃなかったっけ。なんと、うん、ミカエルが自分のお嫁さんとの間に生まれた子犬を連れてきたんです。連れてきたってどういうことだよ。そうなんです。ミカエル可愛いね、こう見ると、ね、他のところにお嫁さんの犬がいたみたいです。もうちゃっかりしてるんだから。ちゃっかりしてんなこの子。この前妹たちが来て散々鼻の下ベロ伸ばしてたくせにミカエル子犬、あ、可愛らしいですね。いやー、癒されるね、こう見るとね。ミカエル喋るとおっさんなんだけどな。兄上様、うん、命って本当に素晴らしいです重いなんかこの子が言うとすごく重みのある言葉だ。その子犬を抱きながら、うん、ふと感動して、うん、涙がこぼれそうになってしまったんです。そうか、いつか私も、うん、犬じゃなくその、おう、人間の小さな命を手に抱くことができるんでしょうか。できるさ。ごめんなさい、うん、変なことを書いてしまって。もうだから、いや、コウノトリさんがね運んできてくれますから、ね、私はそんなことよりも、あぶね、どうしもネタを行くっていうとこだった。まず体を治すことを考えなくてはいけないのに兄上様、うん、私絶対元気になります、うん、これから素敵なこと兄上様と一緒にたくさんたくさん見ていきたいから。よし、子作りしようもう子作りしちゃおう一緒に。本日のメールチェキよ来てるチェキよ。なんでおねえみたいになってんだ。おい、将来の夢、それは看護婦さんです。ああ、いいじゃないですか、似合う似合う。親愛なる兄上様、うん、お変わりありませんでしょうか。変わりないですよ。最近、うん、ふと私思うんです。うん、入院する前までは、うん、小説家になりたいと思っていたんですが。あ、恋愛小説読むの好きだもんね。看護婦さんになりたいなって思うんです。ほうほうほう。活字で人々を元気づけられる小説もいいですけど、うん、直接元気づけられる看護婦さんって素敵です。いや、そう思う、この子が素敵だよ。綺麗な心をしておりますよ。元気づけられます。うん、兄上様のためにも
早く元気にならなくちゃねって。将来の夢、うん、それは看護婦さん、うんうん、兄上様こんな病弱な私でも元気になれば看護婦さんになれますよね。向いてると思いますよ。それでは、うん、今日はこの辺で。この子に看護されたいね。うん。マリエの看護服姿かわいいだろうな。3月3日ひな祭り。お待ちしておりました。ちゃんとマリエちゃんも来てたんだね。ここで会うの初めてだから、ひな祭りで会うのは。よかった、こうして会えて。立ってて大丈夫かい？辛いなら僕のことなんか待てなくてもよかったんだよ。いいえ、うん、兄上様を待つことは私ちっとも辛くないんです。そっか。それどころか待っている間とても楽しくて、うん、兄上様のことを考えると体調も良くなるみたいです。さすが、やっぱ病は気からですよ。うん。だったらいいんだ、嬉しかったよ。では兄上様、なんで機関室にご案内しますね。毎回言うけどこのくだり好きなんだよね。ええ、アリアちゃんのお部屋に、はい、兄上様専用にアリアちゃんからお借りしたんです。ほう、僕専用ってマリアたちはどこに行くんだい？一緒じゃダメなのかい？え、なんで一緒じゃ。それはえいけませんわ。いくら兄弟でもそのもう小さい頃とは違いますし。毎回ここの照れ具合が好きなんだよな、マリエちゃん。とにかくやっぱり一緒というのはダメですわ。いい、よろしいですわね。まずはアリアちゃんのお部屋に向かってくださいませ。もうね、兄上様。かわいい、マリエちゃん。え、でもこの子の水着姿ってどんななんだろう。さあ、これね、もうあと選んでない場所が一つだけなんですよね。それはね、ビーチパラソル。ビーチパラソルのところだけは行ってないんですよ、未だに。ここにだからマリエちゃんがいるはずなんですよね。行ってみましょう。大丈夫か、もっと水着。よしよし。あ、そうか。なるほどね。お前なんでそんな神秘的な格好をしてるんだ。ミカエル連れてきてんだ。あとミカエルの子供もちゃんと連れてきてんだね。うん。マリエちゃんの水着姿、水着かなこれ。この子帽子好きね。あ、でも脇がいいな。うん。なんで腕にこの救急のあれをつけてんのかわかんないけど。で、地下げ、お前の格好はだから何なんだよ、そのどこの国をイメージしてんだよ。可愛いでしょ、その子。うん。まだ名前がついてないのだけれど、この二人の組み合わせ大丈夫なのかな。自分ではケルベロスなどと名乗っているようだけど。もう本当にブレねえなー。久しぶりに千景とも話してるけど、ケルベロス。え、なに千景ちゃん。いや、気にしないでいいよ、うん、具合が悪化してはいけないからね。お前何者なんだよ本当に。え、ケルベロスともいい、マリエ、千景ここにいたのか、まあ、そしてミカエルとケルベロス。いや、兄くん。ああ、兄くんか、千景は。マリエ、具合はどうだい？顔色はいいみたいだけど。ええ、そう悪くありません。いや、俺千景はね、最近は安定してるって、すごいやっぱ気になっているキャラクターだから、あえてずっと撮っといてあるんですよ。この子のこのミステリアスさってのは半端じゃないからね。あ、でマリエよかった、さ、なんか安定してる。うん。ねえ兄上様、うん、見てくださいませ、千景ちゃんが抱いているのがミカエルの子供ですよ。こんなちっちゃいんだね。はあ、はあはあ、この子が可愛いな。よしよし、兄くん、迂闊に触らない方がいいよ。今この犬の爪に毒を塗ったところだから。どういう意味だよ。人んちの犬に何やってんだよ。え、前足の爪になんか赤いものが塗られてる。ちょっとかすっただけで象でも倒れるような毒だから。何それ。命の保証はしないよ。どういうこと。仕掛け、なんでそんなものを。なんでだって。おう。なんでかな。答えになってねえよ。
前。まあいいじゃないか。うん。それとも兄くん、命がけで毒を洗い落としてみるかい。何何何？だからマリエちゃんの前でそんな命とか死ぬとかそういう毒とかさ、そういうの、そういう話題やめろよお前。いやマリエ実は。ダメよ千景ちゃん。子犬のお手手に赤いインクなど塗っては。それもどうかと思うよ。私が拭いてあげますね。赤いインクを塗るなんてちっちゃい犬。えマリエダメだ、それはインクじゃない。どうなさいましたの兄上様。うん。それキュッキュッキュッ。かわいい。はい、これで綺麗になります。なりますし。これは違いますわ。やばい。ゾウでも倒れる毒がマリエに。マリエが、え、なに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 、マリエが、マリエが。なんだこの展開、無事だ。もうなんだよこの茶番劇。これさっきサクヤちゃんが貸してくれたマニキュアでしょ。子犬に塗ったりいたずらせずに大事に使わなくてはダメよ。マニキュアなんてそんな落ちづらいもの子犬塗っちゃダメだよ。でなんで毒なんか言ったんだよ。なんで嘘ついたんだよ。肝に銘ずるよ千景は。肝に銘じるよ、カッコつけてんじゃねえよお前は。でマリエなんともないのか。何がですか兄上様。うん。いやその千景。まったく反復するよ。兄くんが騙されぶりにはある意味一服もられたわけだね。うまいこと言ったね。してやられたよ。本日のメールチェキ、さあ飽きてますね。はい、メガネっ子はお嫌いですかって、なになになにこれ。メガネっ子むしろ好きだよ。メガネっ子とか言うなよ。様、うん、マリエです。マリエです。マリエです。唐突ですが、うん、兄上様はメガネをかけている女性をどう思いますか。うん、いや好き、俺はむしろメガネっ子好きですから。実は今日私の担当をしている看護婦さんが、唯一のメガネっ子だよね。男の方の中にはこのゲームの中ではメガネをかけた女性をあまり好まない人もいると。そうか、むしろプラスアルファ。あ、アリアになってる。アリア状態だ。でも、うん、兄上様はそんな方ではないですよね。そんな方じゃないですよ。私は俺自身がメガネだしね。信じたいです。俺もメガネっ子だし。だって兄上様のこと私、うん、お、どうした。ごめんなさい。変なことを書いてしまって。いやいや気にするなよ。千景に比べたらもう全然。メガネをかけた女の子。昨日の千景との会話全部が変だったもんな。え、メガネをかけた女の子？いや、メガネっ子好きだよ。うん。あ、ちょっと、あ、いや、でも、うん、結構好きだよ。実際問題好きですね。くすんくすん、本日のメールチェキなの。クスンクスン、あ、来てるチェキなの。クスンクスン、新年浴をしてきました。はあ、ははあ、兄上様お元気でしょうか。お元気ですよ。マラソン大会も終わりましたよ。私は今日兄上様は先生の許可をもらって、はい、看護婦さんと一緒に高原に行って木立の中を歩いてきました。ほうほうほう。さあ、ここ病院のある場所も病室の中にいるだけじゃなくて、それ以上に新鮮でリフレッシュな気分でした。いいですよね。うん、天気がいいなんか最高ですよ。私もいつか兄上様と今日のような森林浴を楽しみたいです。兄上様、私頑張ってみせます。うん、早くこの病気を治して、うん、兄上様のもとへ。えらい、そのね、気持ちが大事だからね兄上様。気持ちで病気に負けてちゃダメですよ。末長く待っていただけますか。もちろんだよ、末長く待ってるよ。この子の病気が何なのかはわからないけど、兄上様という処方箋で治してあげるぜ。お後がよろしいようで。